こんにちは、うりさんです。テレ朝系毎週火曜日夜9時から放送のドラママルスゼロの革命第4話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回はクロッキー社の個人情報流出問題、国見がやろうとしていること、今週の経緯という順番で考察していきますので最後までお付き合いください。クロッキー社の個人情報流出問題。今後我々の企業に流れたクロッキー社の個人情報が多岐にわたって使われ、この国は様々なパニックに見舞われるだろうという地面紙の一件でクロッキー社の個人情報が立花に流れているという証拠をつかんだゼロ。しかし国見にぶつけたウォンの動画はハッキングによるものだったので、その情報源は社会的に信頼できるのかと言われてしまいました。こういったデマに惑わされないためにクロッキー社とエンダーグループが提携することで安心して快適なネットライフを送れる新しいメインストリームを誕生させると断言。その続きの動画は日本にスターキングという闇サイトを作った、クロッキーの国見が提供してくれた個人情報を使って多重債務者を引き寄せ巧妙に闇バイトへ誘うというもので、2023年10月3日の監視カメラ映像でした。クロッキーの情報が闇金サイトに使われている証拠さえつかめればクロッキーの息の根を止められる、そうお願いしたのは大城となったウドだと思いました。マルスの個人情報をクロッキー社が中国企業に流している形跡をハッキングしていたのウドでしたよね。そちらの証拠はおそらくクロッキー社のパソコンをハッキングしたものと思われるので、より確かなものだったのではないでしょうか。1年前ゼロたちが命を助けてもらうために証拠を全て国見に渡したということは想定内でした。告発動画を週末に上げようとした結果拉致されてしまい、ハッキングもバレ警察に突き出すと言われマルスも今日で解散。情報の漏洩によって危険にさらされる、みんなを救う、これは正義だと言っていたのはゼロ。どうして正しいことをしてこんな目に遭わなきゃいけないの、私は許せないと言いながらエリが出て行った時ウドもいました。マルスじゃなく個人で戦うことを決めたエリは必死でクロッキーの闇を訴えた。しかし証拠のないエリの言葉は信じてもらえず、かなり叩かれていました。こちらの動画で K というアイコンの人物が動画に必要に書き込んだのではと話しました。私はエリの個人情報が晒されたためのストーカー殺人だと思っているのですが、5話でエリが屋上でごめんねと電話しているので自殺なのかもしれません。しかしゼロは事件だと言っていたし、エリは私は負けない大丈夫だからと言っていたので、エリ個人の動画に個人情報などが晒されたためストーカーに屋上まで追い込まれたのかもしれません。いずれにしてもゼロがエリの事件現場にすぐ来ていることから亡くなる直前に居場所を教えたんでしょう。そんなエリの弔い合戦のためにゼロが協力を求めた相手イケメン最高はやはり大城となったウドだと思いました。国見がやろうとしていること、今回国見にバレたことは闇金サイトを撲滅するということ、現世の彼女のことを闇金バイトに誘導したのはカレンでしたよね。その作戦を現世と非難にしていた時、ゼロの視線はカレンを見ていました。おそらくゼロがそう感じ始めたのは不破君の事件を暴く時に偶然日野が現れた時からだと思いました。なのでゼロはあえてカレンだけにマルスの個人情報がクロッキー社に流出したことを話し、様子を見ていたのではないでしょうか。国見はあまり無茶すんなよという相手から電話を受けていましたよね。なので動画研究部に国見のスパイがいるのも間違いないと思いました。あいつがクラシナエリの死に関わってた以上、俺は彼らと同じ目線に立って戦うと決めた。
大崎はそれが親としての食材というわけですかと言っていたので、国見アモンとゼロは親子みたいですよね。国見はエンダーグループと提携することで府は来道するだけになったこの国に引導を渡したい。しかしその後ビルドするには若者の台頭が必要。その役目を担えるようにするためマルスの脆弱さをついているような感じがしました。今週の経緯、5話のあらすじに俺たちの近くにクロッキーのスパイがいると告げるゼロ。ネット上のデマを暴くことで人気を集めている動画配信者ミスター K がマルスをターゲットにしていることがわかる。久高と球児の暴走は再びミスター K の標的となり、それを見たゼロはこの一連の出来事もそのスパイ裏切り者が仕組んだことなのではないかと考えるとあります。スパイから国見に闇バイトを暴こうとしているという情報が入ったので、国見はモナカを使ったフェイク動画をあらかじめ作っておくことができたんでしょう。なのでエリを死に追いやったケイと国見に密告しているケイという人物が2人いるのではと思っています。国見に密告しているのはカレンだと思いますが、一話の体育館で県政にかかってきた電話は嬉しそうではなかったのでヒナではなさそうです。なのでエリを死に追いやった方のケイはクレイ県政かなと思いました。さて皆さんは裏切り者は誰だと思いますか？コメントで教えてください。そんな第5話は2月20日火曜日夜9時放送です。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。